はい、おはようございます。今日はね、こちらまたね、早朝から神戸のね、ハーバーランドに来ています。でまたね、朝日でもね、撮りに行こうかなと思って、出たんですけどね、なんとね、電車がね、着いたら行っちゃいましてね、その後20分後に電車が来たので、もう6時11分ですね。日の出の時刻が6時3分なので、もう過ぎてしまいましたけど、なんかね、今日は空がね、曇っているので、もしかしたらね、まだ行けるかもしれないですね。はい、ではね、ちょっと行ってみたいと思います。それでは行ってきます。さあね、ハーバーランドモザイクに到着しましたけどもね、どんな感じでしょうかね。空はね、もう完全に明るいですね。気になるところですね。お、まだですね、まだ太陽はね、雲があるので出てきてないです。ちょっとね、ラッキーですね。じゃあちょっとね、またここで撮っていこうかなと思います。で、今日のカメラはこちらね、 RX100M7 です。まあ今撮ってるカメラはね、 DJI ポケット2になるんですけども、ここで撮っていこうかなと思います。はい、とりあえずね、ハーバーランドに到着しました。で、まだね、雲に覆われていて、太陽は出てきてないですね。こんな感じですね。ということでね、もうちょっと待機しようかなと思います。で、 DJI ポケット2はこんな感じでね、モーションタイムラプスを今撮っています。こういった感じでね、ポートタワーからこの、ね、朝日が出てくる方向に左から右にね、モーションラプスを撮っているところです。で、前回はね、α7S3 だったんですけど、今日は RX100M7 になってます。今日もね、釣り人たちがもうすでにいらっしゃいますね。ちょっとね、太陽の位置が多分前回よりか右側に来てますね。初日の出になるとね、こっち、この辺りに上がってきます。はい、今ね、太陽出てきましたね、多分。でもね、ちょっと曇ってて、前回のような感じにはなってないですね。はい、こんな感じでね、出てきました。結構眩しいですね。 ND フィルターでちょっと調整します。はい、ということでね、前回よりかはね、太陽の出方が若干緩い感じでしたけども、まあ、無事にね、撮ることができました。まだね、 DJI ポケットの方タイムラプス撮り続けてますけども、そろそろ終わりにしたいと思います。はい、無事にね、朝日も見えたので、ちょっとね、またコンビニのコーヒー買ってきて、ここでね、ちょっと YouTube 撮ろうかなと思います。まあ、撮りたいものがあって、昨日ね、シグマさんから
ソニーのね APS-C 用のね F2.8 同士の標準ズームレンズが出ましたね。シグマの1850 F2.8DC-DN コンテンポラリーですね。非常にねコンパクトなね F2.8 同士の標準ズームレンズがね出たので、ちょっとねこれ僕多分買います。今日のね10時から予約らしいので予約しようと思うんですけどもね、値段が7万2000円ぐらいですね、今希望小売価格みたいなものが。なので早速ねこれ予約して、まあ、ZV-E10 とかね α6600 につけて、まあ、常用レンズとしてね使おうかなと思います。 F2.8 同士なのでね非常に、まあ、使い勝手のいいねレンズとなってますので、ズームしてもね F 値が変わらないのがね一番いいですね、まあ、動画にもね最適かなと思います。まあ、ですがね一つ言っておきたいのが、手ブレ補正が入ってないので、まあ、6600とかのねボディ内手ブレ補正とかを使って使用するか、あとはね ZV-E10 のねアクティブ補正ですね、そういったのがね有効になってくるかなと思います。まあ、ざっとねちょっと特徴でも見てみましょうか。これシグマのね 1850F2.8DC-DN なんですけども、めちゃくちゃね小型ですね。もうね毎日持ち歩けるようなねスナップにもね本当に適したような大口径のね標準ズームレンズが発売されました。で 35mm 版換算で 27mm からね 75mm ということですね。まあ、ZV-E10 でもねカタリスト使って、まあ、自撮りする人とかだったらね、まあ、問題ない画角かなと思います。アクティブ補正でね自撮りすると結構きついかもしれないんですけども、まあ、本当に普通のね標準域のね27から 75mm ということで、まあ、一番ねもうこの小型で F2.8 っていうのがね魅力的かなと思います。で昨日発表会9時から行ってて見てたんですけどもね、最大撮影倍率がね広角側で 12.1cm までね寄ることができて、かなりねサンプル作例なんか見てたら、ね、寄れてましたね。で最大撮影倍率が、ね、0.35 なので、ハーフマクロまではいかないんですけど、めちゃくちゃね寄れると思います。このね広角側なんですけどね、まあ、これも魅力ですね。でオートフォーカスなんかもねステッピングモーターを使用して、まあ、AF も速いということですね。でフォーカスブリージングとかもね質問で出てたんですけども、かなり抑えられてるということです。まあ、実際その辺をね使ってみないとわからないんですけども、本当にね手のひらにね乗るようなもう軽いコンパクトなねソニーのね APS-C に一体のねレンズかなと思います。これはちょっと楽しみですね。発売日がねそれで忘れてましたけど10月29、今月10月29です、発売ですね。はい、このコンパクトさだけでめちゃくちゃ欲しくなりますね。僕もねタムロンのね1770ですね、 35mm 版換算 25.5 から 105mm のね F2.8 同士持ってますけども、やっぱり慣れ少し大きいので、まあズームがね 105mm まで 35mm 換算でねいけるのは、まあ、メリットあるんですけども、やっぱりね通常でね持ち歩くとなるとね結構大きいので、うん、非常にこれはいいかなと思います。なんかね、サイズが最大径がね 65.4 なんですけども、ソニーのねあの E マウントの丸いサークルあるじゃないですか、シルバーの、あそこからはみ出さない大きさに目標をね掲げて作ったそうですね。で重さもね 290g とね ZV-E10 とかと組み合わせたら、ね、500g ちょっと超えるぐらいですかね。めちゃくちゃね軽い最強のねスナップカメラになるかなと思いますね。いやこれはねちょっと気になるのでね早速ね今外でね動画撮ってるんですけども、はい、でね簡易のね防塵防滴にも対応してたり、あとはねもうシグマさん特有のねフレアゴーストにもね配慮されてる設計で、まあ、社長の方もねすごく熱くね語ってましたね。まあそんな感じで軽くちょっとねシグマの新しく出たレンズについてね語ってみたんですけども、まあ、これはね結構買いのレンズかなと僕は思っています。はい、ということでねまたね予約しようと思いますので、まあ、届いたらね、まあ、レビュー等もしようと思います。
はい、じゃあね、ちょっとねこのレンズについての話はこれで終わりにします。はい、という感じでね、ちょっと YouTube 撮ってみました。ということで時間もね短いになってきたので、またね散歩しながら三宮方面までね戻ろうかなと思います。